こんにちは。アマゾンエフスサポーター、堀秀夫です、えー。昨日、京都、ね、メルマガを使った集客の勉強会に参加してきました。まあ、宝塚で開催されたんでね、えー、この宝塚にある手塚治虫記念館に行きました。あとね、もちろん宝塚劇場も初めて見ました、まあ。泊まったホテルが宝塚ホテル、宝塚歌劇のオフィシャルホテルなんですけど、 すんごい人いましたね、えー。ここまですげえんだ、宝塚って感じだったんですけど、もといい、メルマガを書くときの注意点と、まあ、商品探しのコツが非常に重要なことだったのでシェアします。まあ、もちろんね、えー、メルマガ書いてる人、まあ、あんまいないんですけど、あんまいないっていうかもうほぼいないんですけど、まあ、ただね、商品を探すってことと文章を書くってことでね、やっぱコツ、 一緒だと。で、なんで商品がなかなか、えー、商品探しがスムーズにいかない人はスムーズにいかないのかっていうのをね、まあこの何か他のことで例えた方が、まあ、気づきやすいのかなと思うんでね、私自身は、あ、なるほどメルマが書くコツと商品探し一緒なんだなと。まあ、自分がメルマが書くのはね、えー、すいすい素早く書けるとか、この動画を作るのがね、 えすいすい素早く作れるかというと、そうであるときもあるし、そうじゃないときもあるっていうのでね、再確認できたんであ、逆に自分もこの商品探しはできてるけどね、えー、動画作りとかメルマガじゃでき,できなかったなというのが分かったんでね、まあ、逆に、えー、会員の皆さんだとね、えー、作文とか文章は書いたことあるけど、商品探し初めてだという方が、まあ、ほとんど99%なんで、まあ、これ文章書くとき、メルマガ書くときの3つのポイント、 例えて何がそのポイントを外すといけないのかそれを解説して商品探しの3つのポイントこうやると商品探しもスムーズにいくというのをねシェアしたいと思いますまずメルマガを書く時の3つの重要なポイントメルマガを書く時間2分から最大15分これにメルマガ何書こうかなって言って考えてああそうだあれについて書こうって言ってねえ調べながら書く そうすると当然ねこんんんなな2分分かから15分なんかじゃ書けませんでそのやり方だとね、とんでもなく時間がかかる。なのに、大したメルマガまとまりのないメルマガができちゃうということになります。書きながら考えない、ね。あらかじめ仕込んでおいたネタを元に選択するだけ。思いついたこととかね、聞いたこと、面白かったこと、まあ、調べたことを片っ端からメモをしといて、まあ、メルマガ書くときは、ね、そのメモを見てあ、今日はこれを行こうと。 ただ選ぶだけ。考えるんじゃなくて選ぶだけと。で、それから、まあ、この2分から15分で書くというのはね、2分から15分で書くと決めて、ちゃんと計測しないと、計測してね、えー、何分で書けたというのをやらないと、まあ、早く書けるようにならないんで、何分で何記事書くか、目標を決めないと達成しない。これあの、必ずメルマンが10分以内で書くとかって決めれば、まあ、10分測って10分で書くようにしてれば10分で書けるようになります。ところが、 できるだけ早く書こうとかね、ね、えー、いう形でいくと、まあなかなか早く書けるようにならない。だから時間を計ると。この3つが大切。書く時間を短く。短くするためには書きながら考えるんじゃない。あらかじめ仕込んでおいたネタをもとに、今日はこれ書こうと。選ぶだけ。でそれから、えー、何分で書く、決めてそれを計測すると。で、これはまんま、商品探しと一緒です。 まず商品を探す時間。2分から最大15分。これね、すんごい何にしようかなとかってね、キーワード頭に思い浮かべて、それを調べてとかってやり方してると、まあ、1時間かかっても2時間かかってもね、商品が全然見つかんないというようなことが多々起こります。そうじゃなくてね、まあ、書きながら、えー、探さないっていうのと一緒で、もうあらかじめ仕込んでおいたネタ、ね、あるいはお店行って目の前にあるものをただ比較するだけ。まあ、考えない。 考えるな、感じろ。それはブルース・リーなの英語のやつですけど、そうじゃなくてね、考えない。単純に本から引っ張ってきたキーワードで調べるとか、目の前にある商品を調べるとか、あらかじめ面白そうだなと思ってチェックしてやって商品を調べるとか、何しろ考えたり思いついたことでやっていくと、慣れてればいいんですよ。慣れてて儲かる商品がある程度見つかってると。儲かる商品をもとに、そこから 連想,させ連想するのをね、えー、見るだけじゃなくて考えるっていうのはいいんですけど、商品がね、見つかってない段階で考えても迷宮にはまり込んでね、えー、時間がかかるだけなんで、もう、できるだけ初めのうちはね、思いつくとか考えるっていうのを排除して商品探しをします。それから毎日何商品見つけるか目標決めないと達成しない。時間をかかる。 おすすめはね、毎日10分以内に1商品見つけるというような形にして、えー、探していくのが無理ないと。10商品、ね、えー、1商品10分だからじゃあ10商品100分か。100分、1時間40分で10商品見つけるっていうのは多分結構きついです。あるいは似たような商品ばっかり10商品見つけちゃうと。そうじゃなくてね、1個1日暮らしてってね、歩いてみたとことかね、通りがかった店にあったとことか、えー なんか、隣の人が話してた商品とか、テレビでやってた商品とか、まあ、そういうのを元に調べて、1商品見つけるという形で見つけていけばね、商品はばらけるし、無理もないし、あの結構いい商品が見つかってきます。でいい商品、1日1商品見つければ、1ヶ月で30商品。そういう見つけ方をして送った30商品は、大抵ね、 悪くても20商品ぐらい売れたりしますんで,でその売れた20商品からね、えー、関連商品とか一緒に買われてる商品を見つけていけばいい商品がかなり見つかる、まあ、大体あの迷宮にハマり込んでる人の探し方はこの逆やってます、ねえー、探す時間余ってる時に目いっぱい時間をかけて探すで考えついた、ね、キーワードとか、えー、思いついた、えー、商品とかを調べていくからねなんかすごい似たような商品とかね、えー なんかいまいちな商品が多々,多々あるというかそういう商品ばかり見つけてしまうと。で、毎日の目標がないんでね、思いついた時にドカッとやるんで、まあ、毎日一個ずつ見つける人に比べると、商品がね、えー、面白くないっていうか、なんかあのつまんない商品が、似たような商品がたくさんあるという状態になっちゃいます。まあ、そんなわけでね。あの 頭使って探すっていう風にね、なんかあのほ、そういう方向に行っちゃってる場合が結構多いんですけど、逆です。頭使わずに見たものとかね、メモしたものをただ単にチェックする形で探した方がいい商品見つかりやすいんで、まあ、今回ね、私も次回の念を込めて、商品探しては分かってることね、自分で動画作りとかメルマガの時え、ぽっかり落としてんじゃんと、ね、あの、いうことがあったんで、まあ、逆に私がこの、毎日動画一個アップしてるのにその、 落としてるわけですから、あの、重要なことをね、えー、忘れて作っちゃうときあるわけですから、慣れない商品探しでね、えー、重要なことを忘れて商品探しをしてる可能性は非常に高いんで、えー、商品探しでうまくいってない場合は、まあ、この原則、原則っていうかね、コツ、ね、時間を決めて考えずに単純に比較するという形ができてるかどうかチェックしてみてください。またね、確認したいこと、質問等ありましたらお気軽にお寄せください。 まあこの商品探しはもう本当にね、アマゾン室の肝なんで、まあ、コツ、勘どころがわかるような動画はね、いくつでもアップしてきますんで、なんかわかりにくかった。あるいはこういうケースはどうなんでしょう。私の何がいけないんでしょう。こうやってんですけど。っていうようなことをね、どんどん報告、質問していただければと思います。以上、アマゾン室サポーター、堀秀夫でした。